グラミー、または、グーラミーは、魚類スズキ目キノボリウオ亜目の主にオスフロネムス科に分類される複数種の総称である。グラミーと呼ばれる種は数十種が知られる。アジア、インドからマレー半島、東南アジア島しょ部などに分布し、すべて淡水、または汽水に生息する。キノボリウオ亜目の魚の特徴として、災害内部のエラのすぐ上によく発達した上エラ器官を持つ。これはその形状から、迷宮器官、迷路器官と呼ばれ、英語名もラビリンスである。この上エラ器官では、空気呼吸が可能で、これにより、水中の溶存酸素量が少ない環境下でも生息できる。卵を口の中で孵化させる種や、気泡を吐いて集め、泡でできた巣を作って産卵する種類などがいて、繁殖行動は興味深い。腹びれが変化して、体の下方向に、糸状に細長く伸びており、腹部から一体の触覚が出ているように見える。極楽魚赤、尖頭赤に属する魚は、グラミーと呼ばれる魚以外に、ベタ類、極楽魚類などがある。グラミーは、ベタや極楽魚に比べて体高が高い傾向がある。オスフロネムス赤には、非常に大型になる、ジャイアントグラミーなどが含まれる。極楽魚赤や尖頭赤の多くの種は10センチメートル以下程度の小型種だが、オスフロネムス赤には80センチメートル程度まで大きくなる種もいる。オスフロネムス科ではないが、ヘロストマ科にはやや大型のグリーンキッシンググラミーがいる。コリサ属コロサドワーフグラミーパラスファイリクチス属、パロスフェリックシーズスファイリクチス属スフェリックシーズ。チョコレートグラミートリコガステル属トライコガスター、パールグラミーパロスフロメヌス属、パラソフロメナス10種ほどがある。どれも形態が似ており、これらの種を区別せずまとめて、リコリスグラミーと呼ぶ場合も多い。学名の種小名をつけて、リコリスグラミーナギーのように呼んで区別することもある。トリコプシス属トライコプシスピグミグラミー3種が含まれる。ジャイアントグラミー一属数種のみが含まれる。キッシンググラミー一属一種のみが含まれる。ありがとうございます。